入り口の入り方、それから間ですよね。それとあとはアクセントでちょっと気をつけるのが何箇所かあるだけということですね。もちろんアクセントってどこにもあるんだけど、入り口のスムースな入り方をしたらその近くにあるアクセントは全部かかりますから。ただ入り口をスムースに入ってから長いこのフレーズの場合、後ろの方にもう一回アクセント来たりするときはちゃんと言わないとっていうところがあるからね。で、あとは語尾なんかはあまり力を入れようとか何とかしないで、ちゃんとそのポイントをしっかり言えれば後につながっていきますから、言葉が。ただ僕の言ってるポイントっていうのは言葉で歌う場合のことだから。だから七つの橋をなんて歌わないでね、七つの橋ぐらいのねつもりで歌っていきます。じゃあ行きますね。さあマイクは原骨の中に入れといてね。1番をちょっと2回やります。2つ目のなしっかり、はい、七つの橋を、はい、リです。約束は夢ですか、そうですね、嘘ですか、心が体だけ抜けて、果てのない毎日走って、なぜだか私何も怖くない、はい、アクセントですね。な、柔らかくゆっくり、会いたくて、はい、いいです、会いたくな、必ず、 OK。 さあもう一回いきましょう。1番、それでいいです。これさえすればすごい流れに乗りますから、言葉がね、これはもう言葉で歌う形になります。もう一語一語歌えませんからね。ポイントの言葉をちゃんと言うと後ろはつながりますから、点が線になってきます。じゃあいきますね。1番です。なです。語尾を含むロングトーン、アクセントと、まあ、この歌ではその間が結構あります。割とね、スラーっとした歌ですから、アクセントを入れていくとすごく言葉が情感たっぷりに聞こえてくるから、上手にアクセントじゃない間が入ってます、この歌。あとはアクセントで気をつけるのは何箇所かありますからね。それをピシッと決めていくと、入り口は今の感じでいいと思います。いつでもその1語目にとにかく力を入れると切れますから、な、夏のになっちゃうでしょ。だからな、夏のぐらいのつもりで、な、夏の、別に力を入れてその二語目を言うとかそういう意味じゃなくてね、慣れてきたら自然になるから、慣れるまでは自分が歌っていて七つの二つ目の流れでしょ、この言葉をしっかり言おうと思ってるのに一語目に力入ったらできないんですよ。なって言ってから次のなをなってもできないでしょ。だからな、夏のぐらいでね、ちょっとこう歌うようにするといいです。